悪役。悪役とは、第一義には、物語性のある芝居や、その他の作品全般において、悪人を演じる役、また、その演者を言う。第二義には、第一義から転じて比喩的に憎まれ、役、他者から憎まれる役回りを指す。さらには、人間の織りなす歴史を物語に例える概念のもと、特定の価値観において、悪人と見える、立ち回りの目立つ人物を、 悪役呼ばわりすることもある。また、政治的意図を持って悪人もしくは悪役に仕立て上げられる人物がいるのも歴史である。歌舞伎では悪役の第一義を指して悪人形、悪人悪型、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 いいあがたなど様々に呼んでいたが、最終的には悪役とはニュアンスの異なる。役、仇役という言い回しに落ち着いた。英語では ヴィランの第二義が日本語、悪役の第一義と同義にあたり、その日本語音写系、ヴィランは一般用語ではないものの、アメリカンヒーローもの、アメリカンコミックスに代表され、完全超悪を基本とするヒーローが活躍する物語作品の類型などで、主人公らの仇役、字として、公的種もとして存在する悪人や悪役を指す、語としては用いられることがある。もっともこれは、 母国語、英語での故障を訳することなくカタカナ語として、日本語話者が使用しているだけといった方が適切かもしれない。悪役は特に完全懲悪などの要素を含む、物語では必要不可欠の要素である。悪役がふてぶてしく立ち回ることにより、主人公の存在感をより鮮明にし、また主人公やその仲間に倒されることで、見る者に、カタルシス、浄化作用を与える。 基本的には物語の根底を彩り主役たちを引き立たせる重要な存在である。したがって悪役が魅力的であればあるほど物語の完成度は高くなる。二十世紀二十一世紀の日本においては悪役を務めることの多い俳優を特に悪役俳優と呼ぶことがあり、これを専門とする者もいる。そういった俳優の具体的な役どころとしては祖暴犯。 暴力団構成員、ギャング、権力に決託した悪人などが典型と言える。時代劇や刑事ドラマで、アクションシーンの多い作風のものや、悪役が、組織的戦闘を繰り広げるものでは、有名無名の悪役俳優が入り乱れ、迫真の演技力で主役を引き立てて倒されていくのが、大きな見せ場となっている。東映京都撮影所など時代劇が多く制作される場所では、 悪役側の戦闘要因として、クライマックスの大立ち回りにのみ映像に登場し、主人公らに襲いかかるも返り討ちにあって刀剣などで、切られたりり、倒されたりする演技を多くこなす、あるいはこの手の役回りを専門とする俳優までもが、存在し、これを刺して切られ、役とも言う。この悪役俳優と主役、または、主人公側の人物を演じる俳優は、劇中では、 敵味方であるが作品出演を通じて役者としての格を超えて強い仲間意識を持つことも多い主役級の俳優が物語上重要な悪役などを演じるときに役作りの方法や演技での表現技法について役者としての格は関係なく本職といえる悪役俳優へと教えを乞いに行くことも珍しくない逆に主役俳優が自分の名前で 舞台興行を行うときに、その演技力や人柄を見込んで、テレビなどでは、知名度の低い悪役俳優を指名して起用することも、見られる。悪役を演じる俳優は、その役柄とは、対照的に善人であったり、主役級の俳優以上に実生活におけるモラルや、金銭などに対して高潔であったり、自身を厳しく律している人物も多い。ドラマや映画では、 悪人役でも実際の家庭では、良き父親、夫という例も少なくない。また、良からぬゴシップは少ない傾向もある。1950年代から1970年代にかけての日本では、アクション映画や時代劇が盛んに制作されていたためか、あるいは当時の俳優に、戦時下、太平洋戦争戦時下などで苦労した人も多かった、聖火、泉健治。 使用辞書、天心瓶、安倍徹、縄名は広らのように、いかにも悪役らしい風貌や、肉肉しさを表現できる俳優も多かった。しかし1980年代以降に画面に登場する俳優には、中三階級の増加などの社会の変化もあったからか、そうした悪役前とした風貌の個性的な俳優は減り、こんな優しい顔の仇役を切ってもいいのかという、俳優も増えている。 また、善悪混然としたキャラクターや善人名をして悪事を働くキャラクターも多いなど、21世紀には悪役としての表現技法は多様化している。なお、20世紀の終わり頃からは、表現や価値観の多様化を背景に、いわゆる大部屋俳優などとも言われる無名の悪役俳優たちにも従来より多くの注目を集めるものが現れようになった。 インターネットが急速に普及し始める2000年代以降はさらにその傾向が加速した。時代劇で毎週のように切られていたことでベテランの域に達してからあれは何者かという話題と注目を集めハリウッド映画にまで出演した福本製造はそのような欧米や俳優出身の有名俳優の代表例と言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。